雄斎本源寺物語は、源氏物語の写本。細川雄斎の筆によるものであることから、このように呼ばれる。現在は、旧熊本藩主家細川家伝来の美術品、歴史資料、歴代当主の収集品などを収蔵し、展示、研究を行っている、衛生文庫にあることから、衛生文庫本とも呼ばれる。細川雄斎は、足利や小田や 豊臣や徳川家に仕えた戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であるが文人としても優れた業績を残しており古今年児を受けるなど東大一流の文人としても知られていた。源氏物語に関しても源氏物語の本文全文を含まない注釈書としては最も大部なものである民工入り諏訪への成立に深く関わっており当初は 中野井道勝が不況を買って、単語に出本した際、雄斎に出会い、同人の要請を受けて記したものであり、民交入りすわへという署名も、雄斎の命名であるとされている。また、雄斎の、源氏物語研究のために雄斎の依頼によって、所写された、当時の、数多くの注釈書が、現在も、衛星文庫に残されている。54条のソロイボン。若中の1条のみ。 山崎総監の補者で、それ以外の五十三条は細川有罪の筆とされる。本文は青拍子本系と。この写本には本文の他に大量の書き込みがあり、源氏物語注釈紙の面からも注目される写本であり、これからは独立した注釈書だけではなく、書き入れ中にも注目していかなければならないと指摘されている注釈には、 氏名書からの引用が多いが、有才の下で成立した注釈書である民行入り素イには、氏名書からの引用は、極めて少ない。行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編には、不採用であるものの、新編日本古典文学全集、源氏物語では、写本記号、有、有人志本衛正文古書像、細川有人志筆写本54条として、 競合対象に取り上げられている。ありがとうございます。